全部選んで全部クリアしないといけないってことですか。そうそうです。ああ、救済措置があるのも6までになるので、いろんな仕掛けがあるわけですね。お、いたいたいた。はい、ではですね、このゲームのここがすごい、クーガーゲーム部、のロックマンワールド3を、はい、やりたいと思います。お願いします。はい、お願いします。はい、よし、じゃあ早速始めていきたいと思います。この色がまた、そうですね、ゲームボーイなんで2色なんで、でまあロックマン、まあ、やったことある人は分かるんですけど、必ずこうボスをセレクト最初4体できて、まあ、これクリアするとまた4体出てきて最後に行くと、ね、構成は分かりやすいです。まあ、ちょっとボスの数はシリーズで違ったりする時もあるんですけど、早速ちょっと行ってみたいと思います。このボスごとに、そのボスの特徴に合ったステージが存在しているっていう形ですね。なるほど。ロックマンってすごい難しいっていうイメージがあるんですけど、やっぱそうですか、その全体的な難易度みたいな。そうですね、でもやっぱり覚えていけばちゃんと攻略ができるので、まあ、トライアンドエラーのゲームとしてはすごく優秀だと思います。よいしょ。しかも一発で死ぬ系じゃないですね。敵によってこうやって目が黒い時しか攻撃できなかったりとか、そういろいろ特徴があって、それをちょっと考えながら。こっちはゲージあるんでしょ。こっちは下にあるのがゲージになってて、あれがなくなると、まあ、死んじゃうっていうところですね。はいはい、はい、でこいつがね、強いんですよ。あのこれ、ボスだな。これはボスじゃないですけど、あのこのうねうねしてるのが上に来た時しかジャンプができないので、そもそもジャンプがしづらい、避けづらい。これうまくタイミング合わせてやるのは難しいです。でトゲには ロックマンとロックマンワールドは明確に違うんですか、ゲームステロは。いや、基本的には同じで、ロックマンに出てきたボスがロックマンワールドに出てきたりすることもあって、なんでファミコン版をやってた人は、あ、このキャラいたなっていうのをちょっと思うこともある感じです。あ、で自分の場合はたまたまこうゲームボーイから入ったっていう感じです。これストーリーはあるんですか。ストーリーは、ドクター・ワイリーっていうのがいて、で機械を暴走させて世界征服をするみたいな内容なんですけど、シリーズを通してやってるとなんとなく分かったりとか、あと漫画とかが一応できたり当時したとか。全何面、何面イコールボスの数ですか。つまりそうです、基本的には前半4、後半4で、であと最後ドクター・ワイリーになることが。で選択式ってことは、全部選んで全部クリアしないといけないってことですか。そうそうです。あ、これちょっとめちゃくちゃ運が良くて、エネルギー買っていって、これ飲むとエネルギーが HP が全部回復するんで、これ持ってるとかなり楽になる。救済措置があるのも6までになるので、難易度は高いと言われてるんですけど、はい、このロックマンワールド3のそのここがすごいというか、それで言うとチャージショットとかがなかったんですよ。何でも本当にただ打ってジャンプしてこうやって打っていくっていうことなんですけど、はい、チャージショットだったりとかスライディングっていうかアクションが追加されたことで、やっぱこう面白さの深みみたいなのが追加された感じでした。でしょ。ゲームとしての特徴というか操作で言うととやっぱりこうさっきも言ったように、はい、トライアンドエラーゲーなんで敵のこう動きを覚えてこうちょっとずつ攻略して、敵の動きがあれですかね、普通のゲームよりも、細かいっていうか多彩であるみたいな。多彩だと思いますね、うん、でそれぞれあと面白いですね、一個ずつそれぞれ敵キャラが、なんかその動きが細かく場所とかあれですか、それによって
その個性が出たりするみたいな、そこですか。で、やっぱりその敵の特徴を覚えた後にそうやっていろんな組み合わせとか出てくるので、やっぱりそこでまた攻略の仕方が変わってくるので面白いんじゃないですか。1匹1体目を倒すのがやっぱ難しくて、はいはい、倒すと、うん、あのボスの武器が手に入って次のボスに誰かに聞くんですけど、最初だけ何も持ってないので自力で倒さなくちゃいけない。それはちょっとやっぱ大変で、はい、今はあれですけど、やっぱり誰に聞くのかなって、はい、なんとなくこう想像しながら次を選ぶっていうのが楽しいです。あー、はい、その スネークマンで撮ったやつがここで伝えるんじゃないかなってこう想像すると、あ、そうですそうです。そうこうやって今スネークマンが使ってた技を使える。あー、これも ドットでの動きみたいな。そうです、世界観はかなり、はい、個性的だと思います。道を作っていくみたいな、道を作っていくんですけど、はいはい、これ下の道を壊しちゃうと、はい、その向こう側にうまくたどり着きづらくなっちゃうので、今普通に適当に打ってるんですけど、ちゃんと考えて道を作っていく、はい、でこれも普通に打つとかやるとダマジャクシが出てきて敵が出てくるので、はいはいはい、近くで打っちゃうとダメージ受けちゃうんですよ。ああ、そういうこうギミックが、はい、細かいんですね。で近くで打たざるを得ないときはこれ実はチャージショットで一発で消してくれる、そういう攻略を実はしてるっていう感じなんです。あ、じゃあ結構知ってないとできないことは。そうなんですよ。あ、逆にだからその経験が生きてくるゲームなんですね。そうですね、まあこのあれですね、ドットでのこの動きみたいなかなりこだわりを、いや、かなりあると思いますかき氷ペンギンみたいなああ、なるほど。さあ、この、あれですね、ちょっとした、スパッと出てくるキャラも、いろいろ設定が細かいっていうのは、そうですね。全部一つじゃなきゃいけないかみたいな。そうですね。ボスで取った武器はここでは使えるんですか？使えないんですか？あ、使います、使います。使えるんですけど、道中で使っちゃうと、エネルギーっていうのが、あ、じゃあ減るわけ？そう、減っちゃうんで。基本的には使わないですけど、はい、後半のちょっと難しいステージとかに行くと使わないと厳しいシーンがあって、そういうところでは使ったりしますね。経験が生きる、まあ、逆に経験が生きるぐらいいろんな仕掛けがあるわけですね。覚えたと思ったらまた別の出し方もしてくるので、うん、でこの経験はあれですか、他のロックマンでも生きるんですか。生きると思います。あ、ってことはどんどんあれですね、あのマニアをどんどん怖かしていくと。そうそうそうですよ。だから身の回りにあるあれですか、あらゆる家電を含む機械みたいなやつが敵になってる。あ、そうですそうです。あの、あ、機械をそのドクター・ワイディが暴走させてるみたいな。あ、なのでそのあれですね、かき氷機さえもそうそう暴走してるとですね。ああ、なるほど。つまりあ、ウイルスをばらまいてるみたいな、そういう概念ですね。そういう概念です。ハッキングして、まあ今のあれに近いですね。こう AI ロボットの概念。そうです。ロックマン自身も元々は家庭用ロボットで、はい、でその戦うためにロックバスターをつけて戦闘用にして、はい、戦ってる、そういう設定です。このロックマンといえばこのジャンプした時のこのポーズ。これがあれですよね。これめちゃくちゃかわいいです。今の敵とかも、はい、敵の厚みが半分しかないんで、はい、なんていうんですか、ハーフジャンプみたいなのをしないと当てられないんですよ、攻撃で。ちょっとだけジャンプして攻撃してる。ああ、なるほどなるほど。で、どこに攻撃が効くかみたいなやつもやってみなきゃ分かんない。あ、やってみないと分かんない。今あの最初から頭狙ってましたけど、はいはいはい、あの体とか全然食らわない。あ、ロックマンはこのあれですか、なんか、はい、2とか3になることに難易度は上がってるんですか、それともそうでもないんですか。
そうですね、難易度はやっぱ初期の方がちょっと難しいかなとは思うんですけど、やっぱりまあギミックを都度覚えなくちゃいけないんで、ずっと難しい気がします。あ、この辺2人いるんですか。あ、ジェミーだから。そうです、ジェミーも。これあの、例えば2とか3で出たやつが次のやつでも同じ名前で出るんですか。とか、あ、いや、基本的にはそのファミコンとゲームボーイの間で同じ敵が出てくることとかはあるんですけど、ナンバリングでは基本的には出てこないです。アウスが出てくると足場が見えなくなっちゃう。ああ、なるほど。ある程度覚えてる状態で、これはすごいね。あ、なるほど、まさに覚えたんでいけないと。ああ、これはかなり特徴じゃないですか、これ。そうです。ラッシュっていうサポートも確かこの3から入ってきた気がします。ああ、その味方と。あ、味方です、あの高くジャンプで、大体こうちょっと、はい、一通り倒すと中間ステージみたいなのがあって、はい、でちょっとあのラスボスの Y 拠点に近づくみたいな。いったそんなやり方じゃないです。普通にジャンプでも普通にいけるはずなんですけど、あの HP が減ると動きが速くなる。細かいね、上のなんか。で、あとは信号みたいなやつ。ドスンってなってる時はこっちが実際動けなくなってる。ああ、なるほどね。結構地味に強いですね、はい、で、ロックマンワールド3が難しいと言われている、まあ一つでもあるんですけど、はい、海のステージ。はいはいはい。ダイブの。ダイブの。うん、水の中にいるときはめちゃくちゃジャンプ力が高くなる。はいはいはい。できる。はい。で、これに当たると即死なんで、うん、まあ、こういう風になっちゃうんで。あ、これが、で、これ外に出るとジャンプ力が一気に下がるんで。あ、その中だとすごい感性の音がすごい効くと。そうです、ね、でもやっぱりこうゲームの基礎というか、一つちゃんと覚えていければクリアできるっていう、それはすごい大事だと思って、別に仕事とかでもそうですけど、似たようなことをずっと続けてるんじゃなくて、ちょっとずつこう変えて覚えていける、そう、工夫して役立つ、なんかその成長してると感じるみたいな。そうで、成長もゲームだから分かりやすいじゃないですか、はいはい、あの単純にもう前に進むとか、うん、ボスが倒せるとか、それ大きいと思います。なんなら QA の仕事もそれなのか。まあそうですよね。分かったところ、要はその分かったことで対応ができるゲームと、分かっても対応できないゲームってあって、そうあって、でそういう意味で言うとロックマンは割とあれですよね。分かってれば対応できる、その幅が割とあるゲームみたいな、そんな感じですかね。あ、そうですね。ロックマンの場合はさっき言ったみたいにエネルギー感があったりとか、はい、ああ、確かに救済があって、あといろいろ駆使すればどうにかなるみたいなことがあるんですね。そうですね。ノーダメージみたいな、そういう、はい、あの難しいプレイをしようと思ったら確かにかなり難しいんですけど、ただクリアしようって思えば多分多くの人がクリアできるから、多くの人が楽しめるってことね。多くの人に楽しんでもらえてるんじゃないかなって思います。非常にいろんな層の人に、まあ難しいけども、まあ要は学習すればというか、そう経験を積めばなんとかなるゲームというのが多分特徴ですよね。そうですね、だからそのなんとかなるの部分が、その自分なりの工夫を、なんならあのダメージを受けると、こう少しだけ無敵期間があるんですけど、はい、この無敵期間を使ってそのトゲとかを攻略したりっていうやり方もあるんで、というのは結構普通にやったりする。あ、なるほど。だからそういう意味だと、その割とこう希望があるゲームです。